世田谷地域共同共同は、東京と世田谷区の地名。現行行政地名は、共同1丁目から5丁目。郵便番号156-0052。世田谷区の中央部に位置し、北に桜上水、北から東にかけて宮坂、南に桜、桜が丘、西に船橋と接する。小田急小田原線共同駅を中心に、商店街が形成されている。 路地が細く、一方通行が多いため自動車がここを通り抜けする、際の難所となっており、とりわけタクシー運転手を中心に、共同迷路と呼ばれている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、共同4の24の2の地点で54万5千円、平方メートルとなっている。江戸時代は、江原郡共同在家村と呼ばれていた。 1932年、世田谷区が成立した際に、共同庁となり、1967年の住居表示で、現在の形となった。地名の由来は、かつて五教を治める御堂があったためとされる。また、かつて存在した御堂が、京都風の建造物であったために、京堂と呼ばれ、それが転じて、共同になったともされる。共同赤包通り、 団地2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は東西に小田急小田原線が通っており、最寄り駅は以下の通りである。道路は北端を以下の都道が走るが、共愛寺であり、一方通行区間もある。 その他の道路では南部を白山通りが東西に走っている。また、共同駅から南へ向かう道路は農大通りと呼ばれ、桜ヶ丘にある東京農業大学への通学路となっている。ありがとうございます。